沖ノ浜に向かって頑張って歩いていきたいと思います。よろしくお願いします。レッツゴ ー。朝のバイキングはありえないぐらい食べた感想は、幸せです。幸せです。我々、はい、この先お店がないということを考えたら、はい、本当にありえないぐらい食べましたね。木のトンネルをくぐるように歩いております。気持ちいいね、すごくね。はい、気持ちいい。足元の椿がなんか風情があったね、さっきね。すごい眩しくて、今日は涼しいね。ねえ、ハルト道を抜けて漁港まで残り4キロぐらいです。でやっと建物が、そうだね、見えてきます。しばらくずっと淡々とした道だったもんね。はい、いちいちこうやりたくなる。そう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 、やっていいよ、いちいち。前を通過しました。はい、まだまだそんな道は。すごい神秘的な大きな木に守られてますね。もう 2,3 キロありそうな感じです、うんうん。はい、雲津まで 5.1 キロの地点を通過いたしました。あ、なんか喫茶店みたいなのが見えてきたね。そうですね、茶屋かねちさん、うんうんうん、もし空いてたらちょっと寄ってみましょうか。はい、空いてることを思います。ありがとうございました。ありがとうございました。行ってきます。行ってきます。今道を教えていただいたお遍路さんから杖のレクチャー、はい、なんかすごい独特の感じだったね。こう、そうですね、まあ、手首巻きながらとかね、はい、話しながら、それで飴をいただきまして、はい、今食べてます。いただいてます。ありがとうございます。すごい、なんかなんだ、ね、はい、これって食べれるやつ、歩きながら100円の食べれるの、入ったあのすくもこなくやる、うん、あ、お手洗いがあるんだ、ここに。あー、ありがたい。そうですね、残り1キロ切った地点ですかね、つろーまで、ここに休めるポイントが。今、足尻の方から歩いてきて、この辺の小屋に寄ったんですけれども、驚いたことに、こんな、ここ、お手洗いがある、宿泊ができるだけじゃなくて、中、ちょっと見てもらえますか。亀平庵さんですかね、私の記事が貼ってあるんです。すごいびっくりしちゃって、今めちゃめちゃびっくりしてます。ここのいおりの主の方がいらっしゃるか、ちょっとお話ができればと思ってます。すごいびっくりね、洗濯機とね、宿泊の寝泊まりするところがあって、水の音と一緒に涼ませていただきました、うん、ね、びっくりしたね、私の新聞の記事が貼ってあったりとか、はい、ね、嬉しかったね。ですね、結構目立つところに、そうそうそう、はい、すごい嬉しかった。嬉しい、うん、またお会いしたいです ね、はい、そうそう、今まで 2.9 キロです。おー、やったね、3キロ切った、3キロ切った、あとちょっとだ。お、今後福島で8キロ地点ってことは、はい、8キロ歩いてきたんだ。そうですね、ね、海がまた見えていました。はい、じゃあ荒波に向かっていきましょうか。クジラっぽいものを見たんですけれども、秋葉さんも見ましたか。うん、そうだと思ったんですけど、どうなんでしょうね。どうなんだろう、でも今ぽいやつがそこら辺、今お、今飛んだよね、ほら、違うかな、だってあれヒレだよね。そうですよね。なんてラッキーなんでしょう我々。すごい、やばい、すごい。水肌が、ほらほら、やっぱりそうですよ。すごい、すごい、すごい。そこですよね。そう、あそこです。やば。見れました、ついに。レアなクジラのヒレを見て大興奮の後は、
はい、もうすぐそこで見えましたね、クォーツの漁港が見えてきました。丘の上でちょっと休憩してね、風気持ちよかったね、はい、気持ちよかったです。宇都宮とまであともうちょっと、もうちょっと見えておりますので行きましょう。行ってきます。海岸まで 9.7 キロとなりました、うん、はい、ね、あともう10キロで20キロだもんね、早い ね、結構ギリギリかもね。行きたいと思います、はい、そしてです、ホエールウォッチング、そうさっきね、はい、話してたホエールウォッチング書いてあるわけですよ、はい、じゃあ届けできないけれども届けたいようないい匂いがしてるね、いい香りが、ね、いい匂いを漂わせていた工場なんですけども、うん、ウルメイワシを茹でていたところだったそうですね、煮干しの素みたいなやつですかね、はい、めっちゃいい匂いだった、すごい元気になった、そうですね、はい、ああいう匂い大好きですね、すごいね、はい、波がすぐそこでザバーンといい音を立てています、ね、ちょっと座って休憩しましょうか、うん、はい、しましてまた再び歩いていきたいと思います。ね、貝を取りに来てたおじさんと解禁なんだってね、もうすぐね、はい、そうですね、4月から解禁で貝の漁に来てきた方、うん、いただきました、じゃあ後でいただきましょうか、はい、ね、はい、行きましょう、いただきます、はい、だいぶ来ましたね、はい、進んでいきました、この先ちょっとまた山に入っていきたいですね、うん、はい、はい、椿が、え、すごい素敵な、あ、本当だ、休憩どころ、あ、本当だ、